電気グループのドリルキングアワー。いやもう本番が待ちきれないって感じだった、ね、もうやっと来たよ、ま、待ち望んで昨日から眠れなかったもん俺。うわやっと来たよ、喋りてーすーごい喋りてー。そうですか。うん、もうね、本番直前までしてた口に あのバッテンのついたマスクの前で、ね、マスクを取ってね、やっと喋れる。シャバに帰ってきましたよ。はい、はい、ということで我々、はい、電気グループがお送りするドリルキングアワー、自己紹介しておきましょうか、はい、自己紹介、はい、イエーイ僕はあのボーカルとプログラミング担当してます石野卓球って言うんですよ。わーはい、僕プログラミング担当してる砂原義則と言います。ブラボーイエーイ。そしてあなたはピエール滝です。万歳ちょっと芸風が変わって変わりますよ、ね、変わりますよ。ノリノリまだ変わるの。まだ変わります。今日は番組中にだんだん変わってて変わりますよ。エンディングでは全然違う。変わるのこの野郎本当に、そうです、新しいですね。新しいですよ。今日はいつなんですか。今日3月3日やばい。あ、3日じゃねえよ、7日。やばい、そっちもやばい。3日もやばいが7日もやばい。やばすぎる。37は結構やばい、ね、やばいんだよこれが。タソ10この野郎10だぞお前。英語で言ってみろ10を。え、おおなんだよ川崎さん。そういうのも大事。自分でも躊躇したね。川崎さんの方に行こうかどうしようか。でもこのキャラクターは川崎さん OK だって。ごめん、大丈夫大丈夫、ノリノリで行こう。この野郎向こうも声出してけよ。本当に野球だよ。いや、さすがやっぱ野球をやってただけあってね、なんだかわからないな。本当によ。ただでもこのキャラクターあんま引っ張れないなって。引っ張れないよ。多分ね、一曲かけて戻ってみるともう戻ってるよ。本当に。じゃあもう早速一曲目行きますか。行ってくんな。まだこのキャラクター来て。歌おうぜみんなで。聞きながら。うん。歌おうぜ。じゃあ一緒に歌いましょうか。はいはい。じゃあ一曲目、DJ フリント、We Can Feel It。電気グルーヴのドリルキングアワー。いや踊ったよ。ずっと踊ってましたね。CM 中もずっと踊ってた。スタジオ出てっちゃったからな、一回な、踊りながら。一回出て家まで帰って今戻ってました。来ましたよ。実家静岡の。いやヘトヘトだもう本当に。まあここからね、はい、普通に行きたいと思いますけども、はい、どうなんですか最近は。最近は、まあ、まあまたね聞いてる人もくどいなと思うかもしれないけど、うん、はいはいはい、レコーディングやってるんですけど、まあ、それはいいですよ。いいです。最近あれですよ、あなたですよ。あ、僕ですか。滝さん。はい、何でしょう。ライフワークともいえる、はい、あれ恵比寿温泉。恵比寿温泉、イカ天の偽物。偽物ね。二番煎じ。二番煎じ、あれがなんか最終回でめでたくね、いやー本当になんかその最終回の打ち上げに行ってきた。行きましたよ。行ってね、あのね、昨日か、昨日それ行ってきたんですけどね、はい、最終回に出たんですか。ま、出ましたよ。バンドとして。バンドとしてもちろん出ましたよ。審査される方だよ、ね、うん、すごかった、うん、たくさん出たバンドを次から次へ見て、うん、もう厳しいな。いや本当に厳しいぞ。そう、まあそれ、まあ審査どうでもいいんですよ。で、まあ、終わりましてね、はい、あの収録が、はい、その後にほら、ああいう番組って大体終わるとさ、うん、そのスタッフも全部含めて打ち上げをやるんですよ、はい、で最終回のゲストが、まあ、あれはメインでマーシー、田代正史、そう、はい、で三井由里、ブラザートム、はい、でまあちょびちょび出てたレギュラーとして、うん、準レギュラーとして俺と、準レギュラーなんだ、そうなんですよ、ね、準レギュラー扱いですからね、準レギュラーとして俺と、なぎらさん、なぎら健一、健一なぎら、健なぎら、健なぎら、いてさ、フグゴット、フグゴット。それでね、はい、そのメンツでね、打ち上げやったですよ。はあ、面白いぞ、なぎらさん。実はその前の日も会ってんだよな。会ってるんですよ。別の番組で。なぎら2連ちゃん。2連ちゃん。なぎら2デイズ。2デイズ。最終日はすごかった、本当に。そう、なんか、その話、なんか、その、なぎらさんと会って、その話が面白かったっていう話を聞いたんだけど。うん、すっごい面白かった。もう、まあ、何こうずっとさ飲み屋話だからさ、うん、なんとなくみんなでこうゲラゲラゲラさ面白いこと話してんだけどさ、またなぎらさんがさ、うん、あの人地元でなんか遊ぶらしいんだよ、よく地元の飲み屋とかで、はいはい、で地元の飲み屋で遊んでたらなんか喧嘩になったらしいのね、なぎらさんと連れが何人かいて、うん、その地元の仲間ね、うん、
それこそもう子供の頃から一緒に連れ立ってるような仲間で飲んでて、それで別のこう集団が喧嘩っていうか言い合いになったらしいんだ、はい、でお互いに酔ってたから、うん、バカ野郎お前ちょっと黙って出ろって話になって大出てやらなんて話になってさ、うん、出たんだって、うん、だからその仲間がさちょっとケンちゃんケンちゃんちょっとやめてよって言ってうるせえって感じでもう酔っ払っちゃって、うん、でその向こうのやつと喧嘩しようと思ったんだけど、うん、渚さんがさその酔っ払ってる状態でなんでなのか分かんないんだけど、うん、あの人がその喧嘩の第一発目をクロスチョップやりたかったんだって、うん、フライングクロスチョップをどうしてもやりたくてそれで向こうが「うらうらめちょっとやったるぞ」とか言って。言ってる時にうるせえちょっと待ってろっつってそれでそのそばにあったガードレールと標識のとこにその酔っ払いながら標識にこう標識に捕まってガードレールの上に乗ってフラーフラーフラーって感じで気持ち的にはこうコーナーポストに登った状態ではでそれでこうクロスショップの構えをしてさあ行くぞと思ったら向こうが遠いんだってそのすごい遠いところにいるからバカ野郎お前ちょっともうちょこ近いですって届かねえだろうと喧嘩の最中だぜもうちょこ近いが届かないだろうっつってそれとなんだよと近づいてさあ行くぞと思ってクロスショップと構えをした瞬間にその道に渚健一の親父が歩いてきて親父がパーッと取り掛かってパッと見て健一お前何やってんだってガードレールの上のクロスショップしかもいい大人だぜ親父になってるのがこうやって健一何やってんだってあーって感じで思った瞬間にその向こうの奴らがその健一の木ってパーって耳をこそこそってやっぱ渚健一だよって渚健一だよねとか言って、うん、もう渚さんももうわけわかんなくて酔っ払ってるから構うもんかっつってそこでクロスチョップをバーンって飛んだんだってでものすごいそのクロスチョップは綺麗にバシーって決まったんだけど決まった相手が連れて一緒に飲んでた友達のパン屋の親父に当たっちゃってパン屋の親父がドカーンってくれた瞬間にそのゴミ箱のところでガラガラガラって突っ込んでって何すんだよ健ちゃんってそれでもうそいつそれで運ばれてっちゃったんだってそれでさすがにそれで喧嘩もそれで一段落ついて、うん、次の日に起きて、うん、やばいなさすがに昨日やっちゃったなと思って、うん、これはちょっと謝りに行かなきゃいけないなと思って、うん、行こうかなと思ってそのパン屋の親父のところにね謝りに行こうかなと思ったんだけどそしたらパン屋だから、うん、菓子折りを持ってってもしょうがねえなっていう話になってこれですごい悩んだっていう話をさずーっとその調子で延々してるんだその前の日の収録も散々その調子だったからなすごい面白かったぜもう本当にロックフェスの話とかさすごいんだ次から出てくる話が、うん、あとマーシーの話も結構面白かった、うん、私のマサシ、うん、リーダーのリーダーがリーダーがすごい怖いって話とかさ面白そうだね結構ねいい話聞きましたよそんな話聞けないじゃないですか普段聞けないないねだから、まあね、まあ昨日のね、まあ、そのエビス温泉、まあ、番組も終わりましたけども、うんまあ、唯一の収穫ですわそれ勝つますかそれは言えなかったけどすか言えなかったけど面白かったですよ地ですか地ですかお前今度聞けよそれまあね、まあね、はい、曲いきましょうはい、はい、去年アタタクのコンピレーションがこっそり出てたんですけどそれで、はいその中から、アーサートゥン・フランク・ネバーアロンアーサートゥン・フランク・ネバーアロンでしたこれはデュッセルドルフの、はいはい、もう80年ニューウェーブの頃ですね80年代の前半ぐらいからで、うん、アタタクっていうレベルの、はいはい、新しいやつね、うん、まだやってたんだねやってるんですね新譜とか出してんですかこっそり出てるみたいな、ね、こっそり出てるこっそりだからコンピレーションだけでしょ、うん、出てんのはこっそりコンピが、うん、出てんねたまにねシークレコンピが、ね、シークレットリリースなんですよそうですかなんかまだやってんですねやってます驚きですよ、うん、はいねということで先週はどっか行っていたらしいじゃないですかあ僕、うん、僕砂原がですね、はい、先週はですねあれは何新潟県なんのかな新潟県の湯沢のスキー場のあるところですねスキー場があって、はい、そこでなんかDJ っていうかレコード回しのイベントをスキー場でスキー場でやろうっていうのがありましてそれにですね行ったんですよ行きました行ったメンツがですね、うん、まずはエルマロユノキエルマロユノキ、ボーレコン宣言者中原とかですね中原、はい、まあその辺のメンツがあとデザイナーの時和くんとか僕よく遊んでる連中と一緒に行ったんですけど、はい大変でした。どう大変なんですか。大変なんですよ。前からですね、仕切りが良くないっていう
こう、まあ、その辺の諸事情はありつつの、はい、チラチラ聞いてたんですが、はい、本当に仕切りが悪くて、これが、はいはいはい、まずね、新幹線乗って行きました。行きました、着きました、はい、着きました、じゃあ着きました、ご飯食べましょう、奥大臣よろしく、うん、はい、ご飯食べましょうってことになって食べたらさ、食べました、なんかさ、その食堂みたいなとこが、うん、何すごく混んでんだ、まずなんで、あスキー場のお客さんで、そうそう、うん、土曜日とかだったのかな、うん、すごい混んでて、うん、バイキング形式なんだけど、そのあじゃあみんなバイキングの格好で、そうそうそう、バイキングの格好ヘルメットとか被って、うん、それですごい混んでんだ、着替えでね、そうそうそう、うん、危なくしょうがねえぞすごい混んでてさ、うん、そのご飯がさまずいんだけど、はいはい、どういう風にまずいって説明したらいいのかな、無所飯、うん、そうそう、まあ要はそう、要は臭い飯、餌ね、そう餌、はいはい、それでさ、もうみんなでせっかく行ったのにまずそこでダークになって、うん、じゃあ宿泊施設ご案内しますと、ご案内されました、はい、当初聞いてたのは一、はいはい、人一人一つ部屋があると、うん、ホテルの部屋がね、うん、個室ある、はい、個室です、そういう話だったんだけど、行ったら4人部屋くらいの部屋で、うん、でもまあ汚くはないんだけど、うん、まあでも話が違うなって感じでさ、うん、じゃあ今度控室にご案内します、控室っていうのはだから DJ をやる時のね、時の控室があって、それがさ、その宿泊施設から歩いていけないんだよ、車に乗んなきゃ、で5分ぐらい車の中ば雪の中をガーって行ってさ、でここですとか言って大広間みたいなとこに連れて行かれて、宴会場みたいなとこか、それでその後にもう一個控室ありますって連れてかれたら、部屋びっしりにビリヤードの台が入ってて居場所なんかないんだ本当にでここでとりあえず待っててくださいって感じでやってさ、でまあとりあえず DJ っていうか、まあ1時間ぐらいずつみんなチラ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 レコード回してってさ、で10時から4時ぐらいまでやったのかな、でグダ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 やって疲れて、じゃあもうだるいから客もあんまりいないし寒いから戻ろうって言って、宴会場の控室にじゃあ戻らせてもらえますかって何人かでさ、ワゴン車に乗せられて、歩いては戻れないから、言ってワゴン車乗ってガーって行って、そしたらもうホテル鍵かかってんだ、なんで知らない、なんで遅いかな、遅いから鍵かかってて、で係の人がなんかピンポンピンポンとか押してさ、それでやっとフロントから人が出てきてガチャって開けてもらって、じゃあここですって言って真っ暗なんだよね、でガーってテレビだけがザーってちっちゃい音でさ気がついてんだけど、あれおかしいんだ、誰も来てないはずなのにってガーって開けたらさ、知らない人が布団入って寝てんだよお前の全然知らない人が布団入って寝てるんだよ、控室に、うん、これは控えれらんないよと思って、でとりあえず戻ってさ、で今度なんかそれでもうしょうがないから宿泊施設戻ろうって、もうDJ のそのイベント会場に戻んなくていいやって戻ろうって言ったら、この布団が引いてあって、そこに血のついた布団が引いてあってさ、お前の部屋に、俺の部屋っていうか俺と何人かの部屋に、なんだろうなこれ謎だなって言って、誰が来たんだろうとか言っててさ、もうとにかく大変でした。始発で帰ってきましたけど僕は。ああそうですか。そこに来週、僕来週行くんですよ、そこに。大変ですよ。ああそうですか。来週ノリノリで。ちょっと俺もそれ、俺どんな目に遭うかちょっと。ちょっと来週、何が嬉しいって血のついた布団が一番嬉しい。嬉しいですよ。ね、バクバク食いますよ。持って帰ってくる。持って帰りますよ本当に。大変でした。シャツを作りますそれで。はい、じゃあ曲聞きましょう。ラブインクリスペクトヤンプリリミックス。ラブインクリスペクトヤンプリリミックスでした。これはもう。3年前かなこれ。古いなこれ。にクラブヒットしたやつの最近出たリミックスです。はい、ヤンプーリリミックスということですね。はい。はい、はがきをちまちまと読んでみたいです。はい。はい。キャラクター結局戻ってんじゃん。普通に、うん。いや、どんどん変わっていくって言ったから、まだ変わってる過程なんだよ。また最後は違うんだよ。さなぎの状態です。人、はいはい、今、割とおとなしいです。あんま余計なこと言うな、まあ、ほんとに。いや、毎回言おうと思ってたけど。すいませんね、ほんとに、うん。これなんだっけ。東京都保谷市。ペンネームは、三浦。先日、アニメオタク専門ダイヤル Q2 に興味本位でかけてみたところ、面白くも何ともなかったのですが、自分のポスト番号を作り、伝言板にお前ら気持ち悪い等のメッセージを適度に入れたところ、次の週に自分のポスト番号に来たメッセージが、そういうこと言ってると殺すぞ、死んじまえバーガー、もう死んでるかもな、とマジな声で入っていたので嬉しくなってしまいました。電気グルーヴの方々は人に死ねと言われたり、人の恨みを買ったことはあると思いますが、逆に人にすごく感謝されたことはありますか？ありますか？
僕ですか？感謝されたこと。感謝されたことですか？感謝されたことはですね、感謝されたこと。だけど、いつ感謝されるかな？感謝されたこと。意外と覚えてないもんなんだ、感謝されたことね。恨みを買ったのはもう死ぬほど覚えてる。死ぬほどありますけどもね。とあるバンドカットね、この前もテレビ一緒になってこう、ロビーですれ違いざま。ゴーゴー知らね。そういうのありますね。ありますね。あとなんか、電気グループ殴ってやるって話だよね。殴りに来たことがないんですけども。でも楽屋が異様に引き離させてるわけだから。そういうこといろいろありますよ。あと女性シンガーにね、帰り際にこう、捨て台詞を吐かれたりとかね。吐かれたりとかね。そういう、ね。そういうのはいっぱいありますよ。ありますよね。うん、まあそんな流れでですね、東京都は品川区の風の谷のナウシカ。滝さん、卓球さん、マリさん、こんばんは。こんばんは。ところで今回どうしても卓球さんにお聞きしたいことがあります。先日ある音楽雑誌の読者の投稿欄に、小室哲也は、昔電気グループの石野卓球に自分の愛車にいたずらされたことがあり、それが原因で今も石野卓球を嫌っているという話が載っていました。果たしてこの話は本当なんでしょうか？もともと本当だとしたら一体どんないたずらをしたんですか？ぜひ教えてください。これ嘘ですね。嘘ですね。嘘です。僕です。事実無根ということですか？事実無根です。ああ、そうですか。で、なぜこういうことが書かれてるの？フェラーリのドアの取っ手にチンチンをつけただけですよ、僕は。自分のフグリを押し付けたという、まあサービス。サービス。ファンサービス。ファンサービス。ですよね。ファン感謝デーです。感謝デーです。握手会みたいなもんですよね。そうそうそう。得ですね。それなおしたんだけど、なぜか。嫌がってる。この手伝い嫌がってる。理解できない。照れてんじゃないですかね。照れてんですかね。照れてるから。俺がね。でも小室哲也もお前の車に付け替えしゃいのにな。それつけて、ふぐりをこうやってさ。すごい理屈。すごい理屈ですよ。そういう理屈できます。やばいですよ。ちょっとまたキャラクター。それでだんだん来ました。最初のやつにでも戻ってないキャラクター。違います。ちょっと違う。ちょっと違うんですよ。ちょっと違うんですよ。前はね、もうちょっとあれですけど。まあちょっとあれなんですよね。ちょっとこう巻き舌になってきてる。本当です。あ、そうっすか。言われてから変えた。違います。違いますよ、本当に。俺がなってだんだんお前ら気づいていくんですよ。ああ、そうですか。はい。じゃあ曲いきましょうか。はい。メタマティックスメンダー。ブラー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 デッキグラムだドリルキングもういいや天使のゲームコーナー。さあ、だい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 。さあ、紹介しましょう。ハワイ86です。また、今週もね、今日は86じゃなくて94の方で。94ですか。はい、色は赤ですよ。はい。誰ですか、あなたは。大丈夫です。サセヤでございます。大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。ゲーム一応配達人ということでね、皆様にゲーム、楽しいゲームをね、紹介しようと思います。今日はですね、リバーヒルソフトさんからですね、来週14日に発売されるですね、リフレインラブ、あなたに会いたいというゲームなんですけれども、このタイトルからちょっとさせていただくにですね、ラブとあなたに会いたいですから、格闘？もうバリバリ。もしかしシューティング？もしかしブロック崩し。ブロック崩し。ブロック。リフレインラブ。あなたに会いたい。かっこ。ピルルンって感じ。いえいえ。恋愛シミュレーションゲームを。マスカキ系？いやいやいや、これはですね、大学生の主人公を含めて、男女7人のですね、青春群像を描いた恋愛シミュレーションという位置づけになるんですけれども、はい、これが新しいところは、主人公、自分、つまりプレイヤーは、一言もちょっと喋れないんですけれども、うん、出てくる登場キャラクター、相手すべてのキャラクター、サブキャラクターもすべて含めて、すべて喋っていただくと。喋るんですよ。向こうのゲームのキャラクターが喋るってことですね。そうです。はい、はい。ですから、まあ、自分はちょっと喋れないんですけれども、相手がですね、全部それぞれ違った方々が喋っていただけるんで、その分ですね、はい、かなりこう、感情移入ができるかなっていう、はい、キャラクター一人一人に思い入れができるなっていうところです。はい、わかりました。まあ、いろいろこう、ちょっと、世界設定みたいなもののイントロとかがあって、うん、かなりですね、これ、設定、単純は単純なんですけれども、うん、とある、桜崎町というところ、架空の町を舞台にですね、男女 7人が、大学生で、ひょんなことで合コンで知り合って、うん、で、勉強にアルバイトしながら、うん、デートにして時にはいろいろトラブルとかあったりとかですね、うん、なんかしながら、うん、6月28日にその、まあ、出会いみたいなのがあって、その年の12月24日、クリスマスイブに、までの半年間、うん、で、いろんなことを経験して、うん、その、自分のプレイヤーが、うん、お目当ての、女性の方から、うん、まあ、自分の、まあ、いろいろあるんですけれどもね、
なんつったらいいでしょうね。まあ、単純に言っちゃうと、うまくカップルになれればいいなっていう。うん、恋愛が上手できるセックスはしてんだろそういう、そういう汚らしい言い方はしてはいけません。これは、愛を育むゲームでございますのでね。そうです。そういう、そういうこと言ってはいけません。そうですよ。はい、でちょっとじゃあ、やってみたいと思いますので。いきますよ。ポチッとな。はい。うん、これはですね、ゲームが始まって1ヶ月ほど経った、とある夏のある1日、8月ぐらいですね、土曜日、はい、今日ですね、ちょっと、お目当ての女の子とデートしよっかなーと思って午前中、朝起きたばっかりっていうシチュエーションです。はい。はい。で、ここでですね、ちょっと体力が足りない。自分の部屋ですね。自分の部屋で、はい、今自分の部屋で、何をしようかなっていう状況です、はい。で、自分にはですね、体力とか知性、ユーモア、センス、プライドっていうパラメータが設定されておりまして、はい、これが微妙に上限することによってですね、うん、まあ、いろいろ様々な、こう、エンディングが変わったりしますよと、はい。まあ、多少変わるという要因、はい、もう一番大事なのは、その画面に映ってるですね、ハートマーク、恋の成就度みたいな感じで、うん、愛の達成度、あとお金、うん、お金はまああれなんですけど、うん、そのスペードマークは男との友情みたいなものを表します。はい、でこれが、まあ、重要なパラメーターといったらパラメーターですね、はい、でこれが具体的な数字としては見えないんで、うん、まあ皆さんねこう自分で判断していただくみたいな感じですね。はい、でちょっとこれは6万500円とそうですね今持ち金、はい、でこれ体力をちょっと回復するためにちょっと寝ましょうということで、はい、体力プラス3なんて感じで今寝ておきましたと、はい、で、ちょっとで待ち合わせ場所桜崎町の駅っていうのがあるんですよ、うん、そこへ行きます。来ました。行きました。はい、駅前に到着。これは俺、週末ともなるとここは恋人たちの待ち合わせ場所だな。やばい、時間間違えした。これやばい、約束の時間すっぽかしてますね。これすでにもうやばい、 あのままこんな体力回復なんかやってる場合じゃなくてすでに行かなきゃいけなかったんですね。これめちゃくちゃやばい状況になってるんで、危険なんで、ちょっと待ってからね。非常にいきなり約束すっぽかすっていうのもまずいんでね、はい、ちょっと、そういう状況。こう、約束した時間というのは別に画面上に表示されたりしないんで、自分で覚えてます。覚えなきゃいけないというね、はい、そういう状況ですので、頑張りましょう。はい、すいません。デート行きました。はい、デート行きましょう。はい、自宅から。自宅から、桜崎駅行きました。行きます。だ。あれ、いない。週末ともなると、ここが恋人たちの待ち合わせ場所だな。すごいバカでしたね。あ、夕方に待ち合わせしたんだ。朝じゃなかったんだ。わかりました。はい。ちょっとここで待ちましょうか。今、うん、午前、お昼、夕方、夜っていう、1日4回コマンドが実行できるわけなんですよ。まあ、ずっと駅にいます、はい。はい。ちょっとこれね、普通はまあちょっともうちょこんな無駄な時間ね。ごめん。ごめん。待たせちゃったね。ということで、待ち合わせしたともみちゃんという女の子とですね。どの映画を見ます？お任せします。SF 映画、ホラー映画、アニメ映画、アニメ映画。アニメ映画、うん。はい。じゃあ入りましょう。あ、ちょっと待って。一人1500円か。今日はおごるか割り勘でいいかな。割り勘でいいかな。悪いけど割り勘でいいかな。そうですね。そうしましょう。それじゃあ入ろう。プライドがマイナス1されてお金が減りましたという感じですね。うん、でちょっと愛情も減っちゃったかなみたいな感じですけどね。じゃあ行くなよねデートに。まあさなかおごられる気で来てやるな。いや私も出すの。出すの。千円じゃんな。こっちは出せっつうその。アニメもう見終わっちゃったの。もう見終わっちゃいました。はい。今日は付き合ってくれてありがとう。楽しかったよ。誰だそれ。じゃあまた。それじゃあ。うん。で夕方から夜にかけて、家に帰るかデートしちゃったなっていう感じ で家に帰ってきましたと。で真夜中になっちゃうともう何もすることはできないんで、うん、ゲームをねこう寝て進めましょうと。さて寝るが
だんだん実はデートっていうの東北訛りになってきてる。実はですね、デートというこのこうあれは週末の土日にしか基本的にはできないんですよ、うん、自分から申し込むと平日っていうのは忙しいからちょっと遠慮しようかな、はい、平日は何をするんですか。平日はですね、バイトをしたり、いろんなところブラブラしてやってみましょう。ひょんなことから出会いますという感じですね。はい、じゃあちょっと出会う日曜日なんですけれども、平日は何をしますか。これ今ちょっと日曜日なんで、本当はですね、はい、今失敗したのは土曜日の夜電話して誰かと約束こじつけて日曜日もデートしようかなみたいなことができるんですけども、はい、で大学今夏休み中です。行ってもやってません、はい、でランというですね幼馴染の家今ちょっと行ってみました、はい、行きました。夏休みだし、そこら辺はブラブラしてるのかな。突然ちょっと待って、それ誰ですか。週末挟んでなまったな。あれ、うん、あれで、あれ参りましたね。一応じゃあ、あのナオさんの店っていう、ナオさんの店、ナオさんっていうですね、行きましょう。寄っていくが店に入る、店に入らない、店に入りました今。カンカン、ホモマスター、いらっしゃい。外は暑いだろう。ゆっくりしていきなさい。申し遅れました。これは夏なんですよ。8月というからね、はい、かなり暑い日なんですよ。はい、ありがとうございます。ずんこ。さくたたずんこ。ずうずう弁になってしまう。ずんこです。今年で最後の夏休み。有意義に過ごすんだよ。主人公の彼はですね、今年4年、大学4年で最後の年、はい、で、実はもうなぜ平日とか結構暇かなっていうと、もう卒論出すだけで卒業単位は習得済みでもう十分だということなんですよ、はい、その代わり他のですね、友人の人間たちはまだ学校に通うということで、はい、大学にねまだ通ってるんですよ。レンタルビデオは、レンタルビデオ屋さんに行ってみましょうか。レンタルビデオ屋さんにですね、友達のうちの一人がですね、あれ違った、アニメ映画見に行ったやつじゃん。そうです、これがですね、うん、実は主人公の、はい、主人公のともみちゃんっていうのがですね、主人公のちょっと夢の中にですけど、はい、理想的な女性に近いなみたいな。金が損だからね、5本も借りて300円、3515、1500円。この前映画見に行ったばっかりも関わらず、もう早速ビデオ借りに行ってんだよ。せっこいよな。ここで戻す。5本借りるとちょっと安くなんだ。安いじゃん。5本5回ずつ見んだよ。さあ、グラザンも映画好きなんだな。めちゃくちゃ。でもこれはでもこう、はい、そうじゃなくてもっと素直な心を持って。いいです、はい、分かりました。じゃあ次行きください。行きましょうよ。本当だったらもどかしいのは、ああ、じゃあ一緒に見ようよなんて言って、ね、行け、言えたらいいのにな、なんて。って言ってるですよ。さあ次行ってください。次コンビニ、コンビニ、はい、コンビニ行きました。多分ですね、これバイ、あ、お、誰だこれ、女、これはですね、幼馴染のランと言います。なんでお前よ。なんかちょっと生意気なやつですね、これね。まあ、あの幼馴染なんですよ。なんなんだランのやつ。さあ、でコンビニに寄っていこうかな。入る、なんかプライドがいつの間にかマイナス2です。立ち読みも飽きたし、そろそろ出よう。立ち読みも飽きたし、はい。さてどうしようかなと。家に帰るか。まあ夜のコマンド終わっちゃったと。ダメじゃね。レンタルビデオ屋行ってコンビニで立ち読みして家帰ってきてんだもん。で、一日終了。で、寝ますということです。これはいつ？これはですね、来週3月14日、うん、リバーヒルソフトさんから発売します、うん、6000円でございますのでね、はい、ぜひ皆さんね、興味を持った方、あの、うん、ぜひお願いしますという感じです、はい、で現在見えるラジオでリフレインラブ情報配信中です。お持ちの方ご覧になってくださいということで、さ先生、見てください。いや、面白い、教授、すごい面白いですね。え、最高ですね。最高ですか、うん、もう予約だ。予約だ。土色の鳥いい予約しよう。最高、よし、いや、バッチリだ。はい、ということで、ね、はい、いいですか、言ったことないですね、OK、です、大丈夫です、あっても言わせませんよ。はい、さあ以上、天使のゲームコーナー、笹さんでした。ありがとうございました。レオキグループのドリルキングアワー。ピエール・ヘンリー、ティントニック、ディミトリ・フロンパリ・リミックス。はい、です。これは、ピエール・ヘンリーって昔の電子音源やってた人がいて、うん、で、それ再発結構出たんだけど、去年ぐらいにで。うん、で、今年かな、これ、いろんなディミトリとか、あとウィリアム・オービットとかもやってる中、リミックス版が出たんですよ。その中の曲です。ディミトリ・フロンパリ。はい。フランスのピチカートと言われてる。そうなの、フランスの渋谷系と言われてる。フランスのピチカート。フランスの渋谷系ってさ、うん、なんかな。なんかね。
まあ、そういうわけでね。ちょ、また勝った。勝って勝った。この番組ではね。各名。わがきを募集したりしてるんですよ。ちょっと大鳥圭介とも混じってる。はい。宛先を言っておきましょう。はがきを送ってくるところは、郵便番号 102-80 東京 FM 電気グループのドリルキング電子メールでも受け付けてますdrillking.jp.again.drillking.jp.yeah! 今さ、ふざけてたやってる割には、ちょっとちゃんとしてた。ちゃんと聞こえたのが不思議だった。ちょっとね、ハーハーしてます今。そういう人いるもん。いるいる。待ってまーすなんか、行き過ぎて逆にさ、ちゃんとラジオっぽかった。あー、それはいいや。誰だよ、はい。じゃあ、おはがき、お待ちしております。はい。ね。いい、よろしいですか？いいいいいい戦闘のか次はですね、ガードガードでバルカンプリンセスルーキグルーブのドリフキングアワーあっという間の若手ですね。あ、全然違う人になってる。あ、オープニングと変わったね。変わったね、ライブ。いよいよね。はい、はい、俺も伝えることはねえんで。もう終わってしまうんですけど、ね。そうか。ビッグサップボリューム。フェチャリング田中邦衛。ザキマリンズの田中邦衛の。モノマネができるそうです。できないですよ。披露してください。あ、そう、マリンがね、もうね、スタジオでもずーっと田中邦衛なんだよね。言ってるけどさ。そうか。そうか。どうだ茶色のセーターで。どないやねん。いや、ちょっと、また今度ね。また今度。また今度ね。また今度ね。なんかないと。来週は、来週はじゃあそれで出ますよ。ガツンと。オープニングは。あ、楽しみですね。田中邦衛でね。そうですか。はい、まあね、はい。こんな感じで今週もお送りしてきましたけれども。はい。いいですか？いいと思う。はい。言い直すことで、言い直すことはないんですけど、別に。言い直すことね。まあ、もうじきシングル出ます。はい。よろしくという感じですね。18日ですね。はい。はい、18日で、いや、21か。うん、ですよ、はい。はい。ということで、お相手は電気グループ、私、石野卓球と、砂原と、ピエール時でした。それでは、また来週。